の名もなきバンドでございます。どうぞよろしくお願いします。今お客さんね、本当に素晴らしい演奏とパフォーマンス、どうもお疲れ様でした。お客さんはたまにライブも見に行かさせていただくんですけどね、本当にいつも楽しみにしてます。それとやっぱり美人揃いですよね。美人軍団というかね、よく5人もというふうに思いますけど、そう、私たち名もなきバンドも美人じゃないと入れません。それではじゃあ美人をご紹介します。キーボードをゆいちゃん、それからドラムのカズちゃん。カズちゃんは福井県にね、ご予定になりまして、今日は急遽新幹線で、ベース頼れる男、中根っち。私、前でございます。どうぞよろしくお願いします。私たちのバンドはボーカルがおりませんので、インストという形になりますけど、ボーカルをやってみる方はちょっとあれですけれどもね、一生懸命やりますのでお聞きください。せっかくひとけなさんが盛り上げていただいた後で、大変恐縮なんですが、全く盛り下がる曲で、早々更新曲のようなのをやらさせていただきます。お願いします。ザ・プロフェット。
バーのザ・プロフェットっていう、彼は58歳で亡くなったんですけど、その晩年の曲で、まあ、私はあの隠れた名曲だと思っておるんですが、あのひょっとしたらメロディーを気になった方、あの、フィギュアの男子で田中圭司さんというですね、あのフリーの演技でこの音楽を使われています。あのね、羽生くんが使うと思うとメジャーだそれではあの続きましてですね、これもまたあの名もなき名曲でございますが、ウィッシュ・ワッシュの Slow Down the Sword という曲を聴いてください。
が大先生がお見えになってこそそれではですね、全然皆様には打ち直しじゃなくてお耳直しということで、ここでボーカルの方に、ご紹介します。西脇いつこさんと渡辺ゆりさん、どうぞ。そうそう、実はリハもやってなくて一発勝負ということでね、本当に、うまくいくように願っておりますが、よろしくお願いします。曲名は高中雅之の渚モデラートという曲です。よろしくお願いします。Thank you.
一発で、ね、西脇いつこさん、そして渡辺優衣さんでした。もう一度接種拍手をお願いします。いつこさんと優衣さんとは7月の14日でしたかね、君のジャミーっていうところで、レゾンのアコースティックの、発表会があります。そこでまた我々が出まして、今ね、先生のカウンセリングを受けて、またもしよろしければ、7月14日ぜひお時間の許されたら見に来ていただけたら嬉しいです。それではここからちょっと MC もつきましたので、残りあと3曲、ぶっ続けで、やりたいと思います。ヨーロッパ、それから、トップガン、それからトゥルースです。よろしくお願いします。
もんちゃん、今あのちょっとね、もんちゃんちょっとあのアンコールかからないけど、一曲ちょっと一緒にやりましょうよ。僕初めてなんですよ、もんちゃんと一緒にやるの。1時間ぐらい前にもんちゃんが来るって聞いたから、これやるかい。大丈夫でしょ、大丈夫か。アンコールにかかったら見ますって言われたんですけど、かからなかったんでほっといていたんですけど、これはありなんですか、今井さん。やるんですか、今井さん。どうですか。今週のことだけ参加させていただきます。昨日夜ドラムのカルちゃんに明日行けるよって言ったら、今日朝じゃあカウベル持ってきてって言って入ってて、で朝ちょっとしたらやっぱり出てって言われて、そんな感じなんで。Yeah.